事が終わったらすぐにリラックスしたいです。寝室に来てカーテンを閉めると、かすかな日差しだけが残った。お気に入りの音楽リストを開くと、柔らかな音が水のように流れてきました。ヨガマットの上に座り、目を閉じて音楽を感じます。数秒が経過すると、すでに寝台は音楽に合わせて浮き沈みしていました。私はヨガの初歩的なポーズを通り始め、すぐにリラックスした状態になりました。音楽は徐々に背景に引いていき、私は体のあらゆる姿勢や呼吸の一瞬一瞬に夢中になりました。ヨガが最高潮に達すると、心の中にある喜びと安堵感を音楽の音に合わせて書き出すことができます。伸びた手足は自信と落ち着きを表し、活力と活力に満ちています。ヨガをした後、マットに座って目を閉じました。音楽の音が体に響き渡り、心を慰めてくれます。私はこの平和と自己中の瞬間に夢中になりました。音楽が終わって目を開けると、まるで別人になったような気分になりました。仕事のストレスや不安は一時的になくなり、平安と喜びに置き換わります。立ち上がってたくさんストレッチをしました。アフタヌーンティーを楽しみながらリラックスできるテレビ番組や映画の時間です。しばらく世界から自分を隔離し、ゆっくりと自分の心と対話してください。おそらくこれが私の家にいるのが一番好きな理由です。静かな環境では、自分自身を見つけることができます。